コードお願いします。あ、了解です。じゃあ質問する人いないみたいなんで始めますね。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。しようないですね。まあ進行論ってあんまり持ってないですけど、まあ一周目ってのは印象つけててほしいですね。後半伸びるんで、前半一の人。はい。そうしたら村に情報が落ちるんで、それがいいかなって感じですかね。あと、レオナが2枚出たときは、まあ釣り切りたいなと思ってますね。まあ狼が出ることもあると思うし。はい。で、その間に占い師の、が色を見て、判断していくというか、なんかそんな感じでいいんじゃないかなって思ってます。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営です。そうですね、9番さんに関しては若干飛躍が透けてるような発言をしていたんで、まあ9番さんの2周目の発言があまりよろしくなかったったつってもいい位置かなって思ってますね。9番さんの印象に関してはそれだけです。で、そうだな、僕の進行論に関しては、まあ、非占い師で透かすんですけど、占い師に関しては、グレーセーサーしてほしいなと思っていて、まあ、対抗の偽要素も、まあ、プラスアルファで上げればいいんですけど、まずはグレーセーサー していきましょうって感じですかね。僕はグレーセーサーで、あれ、やっぱ占い師を狂人起点か狼起点で考えるかっていうセーサーをやっぱりするのが好きなんで、お願いしますって感じですね。まあ、あとそうだな。まあ、思考転換やっぱり しっかりとしていきたいですね。思考転換できない人って結構人外が多いんでね。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい。特に C はございません。9番と1番を比較するのであれば、9番と1番の思考開示自体、は例えば9に関しては前半1は印象付けをしていこうとか、霊能を追い切ってて占い結果で判断していこうとか、1番に関しては占いには排斥性差を落としてほしいとか、思考転換していきたいとか、そういうのは別にどちらもいいと思いますよ。やってもらえば全然いいと思ってるんですが、まあ1番さんの9が飛躍はつけてるでしたっけ。まあ、早いんじゃないかなって思っちゃいましたけどね。9が釣りたいっていう感情に芽生えるのはね、って思ったぐらいです。だからまあ、9、1比較なら1の方が印象悪いでしょうか。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうか、2番さんは1の方が印象悪いのか。俺は的には1がこの中では一番、まあ、白っぽくて、村とは言ってないよ。白っぽくて。まあ、急に同点ぐらいかなと思ってて。まあ、1はその位置で、速攻9つってもいいかもぐらいの強気の発言に言ってたんだよね。まあ、仮に人狼陣営だったら結構目立つムーブだから、しかもその位置でね。その強気っていうのは本当に特に何もやることがない村人陣営側なのかなっていうふうに思っちゃったけど、その強気感が俺は逆にいいかなと思う。
で、まあ、急に、まあ、2はちょっとそれで意見が俺とは違うんだけれども、まあ、2はちょっと2周目聞いてって感じかな。うん。急に関しても2周目だろうね。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい。3番さんとちょっと意見は似てる感じで、1番さんって、まあ、9番さんの飛躍が透かしたような発言と捉えて、そこが印象悪いって言ったので、まあ、1番さんは飛躍が透けるのがあんまり無駄りがないと思ってる人っていうことで、あの思考更新しない人は人外とまで言ってるんで、まあ、1番さんは全然普通なんじゃないかなと思ったんで、はい。まあ、2番さんの1番さんへの9番さんの飛躍が透けたのが早いっていうのは、なんかどういう指摘なんだろうとは思ってましたね。はい。まあ、3番さんはそこも2周目って言えてるので、3番さんは若干、そうですね、村寄りなんじゃないかなと思ってます。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番の真白です。よろしくお願いします。LINE CEO、4白ね、4白。お願いしますね。3番さんと4番さんが、まあ、若干ね、その2番さんの話を、まあ、把握しきれてないのかなと思っているけど、2番さんっていうのは1番さんが9番さん釣ってもいいんじゃないのっていうことを言ってるから、そこに対して2番さんっていうのは、QHS 精査したときに、1が、ね、印象悪いっていうふうに言ったんじゃないかなと思ってるから、うん。でも、なんか、一番気になったのは3番さんだけどね。まあ、やっぱさ、4番さんは、まあ、俺の白酒なんだけども、まあ、別に3番さんがね、気にならなかったって、まあ、言ってたけども、3番さんって1番さんの、まあ、白っぽいところを取ったんでしょ。うん。なんで最後に村だって思ったの？なんか、そこのルートがそもそもないなって思ったから、うん。で、9と2の精査が同点だと。いや同点にはならないと思うけどねって思ってるから、一番気になるのは3かなと思ってますね。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。霊能です。5番さんが4番さんに白を把握しました。どうですかね。9番さんっていうのは、まあ、前の人に印象つけてって、それで村が活性化するからっていうふうに言っているから、1番さんは9番さんに対して、飛躍っぽいね、釣ってもいいんじゃないっていう精査をしたんじゃないのかなと思ったけれどもね。で、2番さんは、だから1番さんと9番さんに関しては1の方が悪いって言っていて、4番さんは、だから3番さんと意見が似てるから、3番さんの方が村っぽいと思ったんじゃないのかなと思ったけど。5番さんが4番さんに白出てるのに、なんでそんなに4番さんになんか触れるのかなっていうのは気になったかな。記事についてどうしてほしいとかそういう話も全然なかったしな。霊能についてもっていうのは思ったかな。まあ、占い師さんは。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営でしたと。そうですね。一番気になってるのは1番さんかな。9番さんの飛躍が透けたっていうふうにみんな言ってるけど、飛躍透けてねえと思うけどね。だって霊能出てもらいたいの話しかしてないけど。まあ、初版の進行論を普通に言っただけじゃねえのと思ったけど、うん、で1番さんの発言で、占い対抗出てくる前提での話がちょっと気になったようなのもあるんじゃないのとは思ったぐらいかな、うん、まあ起点となってるのは1番さんじゃないのこの村のとは思ったぐらいかな。2番さんについてはその休止精査しただけ、3番さんについてもまあ印象がいいぐらいいっただけか。占い師の5番さんについては、だから、あれでしょ ?3、4がなんか把握違いしてるからっていうふうな指摘をしただけに見えるから、まあ、そうベタベタ形を触ってたわけではないような印象だけど、これ目線としては。以上です、1番さんと。8番のプレイヤーが発言します。すいませんね。あのですね。占いですね。四四郎ですね。まあ、次潜伏で出た人釣りましょう。三四郎ならね。うん。占いで出るはずがないでしょ。皆さん、占いじゃないはずなんで、9、1、2、3、7はね。俺占いで出たら6番さん、釣りましょう。うん。5番が8番にしか真意はないですよ。まあ、私が言いたいのはね。6
6番さんがいるから村勝ちますよ、今日は。うん。6番さんはね、書いてますよ。うん。まあ、6番さんがいるから私はね、今日ね、勝つと思ってるね。まあ、6番さんの釣り地に合わせますよ。ということで、以上ですよ。9番のプレイヤーが発言します。ああ、記事。はい。じゃあ、釣り地は俺は13かな。13。結局、騎士と霊乗って、まあ、ほぼほぼ出るじゃん。まあ、騎士は盤面次第だかもしれないけど、まあ、結構出るケースが多いと思ってるから、飛躍すかしたから釣っていいじゃなくて、初日って黒見つけることが村指が一番あると思ってるんですよ。最も勝てる方法だと思ってるから。なんか一番って、俺白出た場合って、なんかあんまり村指はないかなって思ってるんですよ。例の結果で。一番黒いと思ってて、三番の一番の要素、白要素が違和感ある。初手で強気な発言だから、狼がないって、非狼要素としてすげえ薄いと思ってる。二番はおかしいことをおかしいってちゃんと言えてるから、僕は印象良かったですね。うん、はい。一番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。なんだろう。9番さんもうちょっと発言伸ばしてほしかったな。僕は1周目の発言で9番さんが霊能の話をしていて、で、9番っていうのが1回か2回か、まあ、これ聞き間違えたら申し訳ないんですけど、9番さんが騎士の話をしてたから、結構9番って飛躍っぽいなと思ったから、発言が伸びなかったら釣りますねっていう圧書きをしたつもりなんですけどね、9番さんに関して。で、9番さんが1番、3番を殴り、2番を対して、まっとうだっていう精査を残している。じゃあ、9番して7番の視点ってどこ行きました ?7 番って、1番を怪しんでいて、で、2番、1番っていうのを怪しんでいた人物ですよ。9番さんが、飛躍っぽくはなくないっていう精査を残しているから。だから9番目線7番に対して視点が向かないのが変だなと思ったから、今この部屋村場面の段階下だった場合、7球が繋がり得るのかなと思いましたね。うん、ラインだったんで。だから7球のどっちかの色を見たいって僕は思ってますね。はい。今の9番さんの発言で7に視点が向かなかったところから、7球ロロって大いにあると思ってるから7か9かの色を見て、で、白が出た場合、もう一回再精査すればいいと思ってます。はい。そんぐらいですかね。あとそうだな。3番さんに関してはやっぱり、僕視点やっぱり印象がよく見えてしまって、9番、だからまあ、そうだな。そう、僕に対して狼っぽくないって要素が 3番が平安村バームになった場合、1番と戦えない考察を作ってるから、3番は釣りたくないかな、正直って思ったんですね。2番に関しては明日2番のプレイヤーが発言します。うん、まあ俺の把握漏れだったら申し訳ないんですけど、9は1周目騎士の話は1ミリもしてないはずですね。だから多分1番が9番のあの時点で飛躍が透けたっていう発言は早計だと思いますよ。3番さんに聞きたいのはさ、1番が白っぽいってのはさ、1番が最初に9番を強気に釣り押したからだよね。なんでその行動原理のみを切り取って1番さんを白くしたのかなって思っちゃうわけよ。だから、3番さんがさ、1番さんの発言内容じゃなくてさ、行動原理から評価しようとしてるのがめちゃくちゃ違和感なんだよね。あとさ、7番さんはさ、例えばなんだけどね、1番さんがさ、気になるっていうのはさ、ほぼ、俺と同じで、プラスアルファで占いが出てくる前提のお話だったじゃん。なんか、もうちょっと2、3にさ、サイトがつけれないかって俺は思っちゃってるわけ。だから俺、7、1、3がめちゃくちゃ気になってるんだよね。現状ね。その中で行くのであれば、現状だと把握漏れをしている7。で次に3、7、あ、じゃあ1、3、7の順か。現状だとね。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい。ああ、俺はまず9番、ちょっとね、先に言い訳で申し訳ないんだけど、6番さんの霊能は聞こえたんだけど、6、7でちょっと宅急便が来ちゃって、6、7聞けてないです。だから7番さんには触れられないです。すいません。
で、今のところ俺は釣り先としては9番さん、なんか9番さんは叩きたいところを叩き返してるっていうような感じで言っていて、まあ結局、俺が9番に対して、あ、ごめんなさい、1番が9番に対して結構まあ釣りたいと言って、俺がそこに乗っかったと。で、なんかそこをただ叩いてるって感じに思いました。で、最後の方に印象がいいっていうふうに言ったけれども、どういう理由で9番目線2が印象よく見えるんでしょうか。うん、で、あと、まあ、俺も結局なんか叩かれてるとこ叩いてるのか、これ。なんかごめんね、言っといて9番さんに。で、俺2もなんかちょっとよくわかんねえなと思って、俺がその1番の行動原理で叩いてて、なんで発言の内容から拾わないんだっていうふうに言ったけれども、1日目の1周目、9から2で言ったのは、9番さんのその、なんていうの、進行論に対して、なんか、訳してだとか何とかだとか、あとは一番は占いのグレー精査してほしいとかっていうぐらいで、ぶっちゃけ発言から要素拾うことできなくねって思ったんだけど。うん。ただまあ、それで俺が乗っかっても村活性化しないから、その行動の部分から、一応が一番、まあ、村寄りかなと、白っぽいかなと言いました。だからまあ、急にで俺は考えてます。4番のプレイヤーが発言します。ちょっと、よいしょ。はい、すいません。申し訳ないです。あれですね、ちょっと難しいかなと思って、2913と、なんかちょっと LINE が、LINE っていうかね、やっぱ出てきちゃうんで、こうまい狼って、相方含めると思うんですよね、なんていうのかね。もうそれしかわかんないです。発言じゃちょっと難しいかなと思ってますね。おかしいとこ見つけるの。3番さんはちょっとそうですね。いや、7番さんの話聞けたいの痛いなと思いますね。うん、3番さんは、なんか、占わないんだったら、釣られる位置になりかけてる気がします。はい。まあ、そんなとこですね。レノシアさんどう思いますか？レノシアさんなんか結構強そうだから大丈夫かなと思いますね。うん。負けしちゃったら悪いんですけど、あと、明日、スムラ占ったら勝ち確ですね。はい、それを念頭にお願いします。5番のプレイヤーが発言します。はい、まあありがとね。いや、平和ラスか。いや、俺3番釣りたいですけどはい、なんか俺マジで1、3ローローかなと思ってますね。はい、で、6番さんに、一応アンサーしとくね。俺が4番さんに関して触れていたって言ったけども、確かに触れていたよ。それに関しては1、3ローロ、4強の目線があるからね、俺目線は。うん。そこでわざわざ俺に殴ってこないで、6番ちゃん。ん？わかった？はい。まあね、俺、3番さんがね、マジでわかんないのよ。で、2番が村に入れてんだよ、俺は。ね。今4番さんも言ってくれた通り、1、3と2、9のラインがあるわけでしょ？今現状ね。ああ、色見てくんないっすか？多分ね、俺守ってくれるんだろうけど、8番ちゃん。いやー、俺3番の色が見たいっすけどね。はい、占い結果としては、じゃなくてね。はい。いやー、1、3で終わると思ってますけど、マジで。いやー、7はマットだと思うけどね。確かに今、2番さんが言った通り、2、3の、まあ、差異はつけてくれよっていうのは、まあ、そこはね、7番さんに関しては、まあ当てはまるかなと思ったけど。うん。だって1、3でさ、なんで9を釣りたいのって思うしね。しかも3番さんに関しては、俺のさ、発言の部分ね。1周目の部分で俺が3番さんに言ったじゃん。なんでそこのルートにたどり着いたのって。白っぽいから始まったんでしょ？じゃあ強人か村かしかないわけじゃん。話だからね。俺3釣りたいです。6番のプレイヤーが発言します。平和村ですね。そうですね。じゃあもう5番さんが3番さん釣りたいというのであれば3番さんでいいと思います。5番さんは3番さんを占う気がないということなんですよね。と思いました。はい。最初、だから5番さんに、触れたのは、だから5番さんが、4番さんが、3番さんが印象がいいと言っているのに、3番さん、4番さんにそのことを言っていたからなんでかなと思ったからです。ごめんなさい。ただどうなんだろうね。私もなんかすごく、
これ平和村っていう風になってるから、すごくラインっていうのはあるのかなっていうのは思います。だって、もう出ないでおこうって、夜会話で決めていたってことですよね。どうなのかな。でもね、なんとなく1番さんの発言的にだったらなんか、ああ、でも5番さんが出たからか、なんか5番さんに殴りかけそうな発言してるなと思ってるんだけどな、私。なんか多分5番さんに勝てないなって思った狼っていうのは、なんか潜伏で行こうってしてたんじゃないのかなとかって思ったんだけどな。まあでも5番さんが3番さん釣りたいっていうんだったら3番さんでいいのかなと思うけれども、だから2級のライン、1、3のラインっていうのがあって、でも7番さんっていうのは1番さんを釣りたいって皆さんの発言の中で便乗していたようにも感じたんだけれども、そこは気にならなかったのかな5番さんとは思いました。まあ8番さんは今日5番さん守ってあげてください。で8番さんも3番さんでいいと思ったんだったら、またそのグレー星座を残してあげてください。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、6が言うなら37星座で47か、じゃあ37か37星座でいいんじゃないの、まあ、思ってくね、俺村だけどって言っとこうよ、とりあえずね。ああ、でこんな平和村盤面だから LINE なんかバチバチ切るから LINE 考察なんか必要ねえと思うけどね。特に1番さんに言いたいけど、ああバチバチ切ってくよ、こんな村だったらと思ってるけどね。であと5番さんに言いたいこととしては、もう俺も2番さん白いと思うけど、占い師は熟考してね、ほら、あなたが白いと言ったから噛まれちゃう可能性あるから、そこは気をつけてもらいたいっていうのが5番さんへのアドバイスね。それはちゃんとしといた方がいいよ、噛まれ懸念だって。確実に8番さんはあなた守るんだから、あなたが占った位置が噛まれたらそれだけで占い位置が消失しちゃうから、もったいないよと思ってるけどね。ただ考えて占ってくださいと言っておく。現状1番さん3番さんで比べると1番さんの方が俺黒いと思うんだけど、まあいいんじゃない、裏が3に合わせてるんでしょ。3っていうのは俺の発言聞けてないから何とも言えないんだけど、俺も何も言えないんだけど、というそういう風な優れ方をされるというところかな。3番で1番さんについては LINE 考察で9番さんと、9番をかばった7番がうんたらかんたらとか言ってたけど、だからあそこで飛躍は透けてないということを2番さんも指摘は入れてるんだけどね、どうなんでしょうねって感じ。確実に1番が怪しいと思ってるので、俺は1番行きたいが、今日はじゃあ37の精査でお願いします。以上です。8番のプレイヤーが発言します。うん、37? いや、1、3でいいんじゃない?うん、3番よりで。まあ、1、3っていう、とりあえず1って、まあ、ランテージ1と3でいいんじゃない?だって5番が1と3怪しんでるでしょ?じゃあ1と3でいいんじゃない?っていう軽いノリね。うん、いいんじゃない?だって7番怪しんでないでしょ、5番が。6番もそれでって言ってるならしょうがないんじゃない?もう、じゃ3番と1番でいいんじゃない ?5 番がだってそう思ってるんでしょ?とりあえずは。まあ、占ってどうなるか見たらいいんじゃない ?1、3でいいんじゃない ?3、1の欄でいいんじゃない?別に7行かなくていいんじゃない?うん。5番がそう思ってるんだったらしょうがないでしょ。うん。まあ、占い師なんだから。俺は最後まで生き残らないから。うん。しょうがないから3番、1番でいいんじゃない?まあ、以上。全プレ若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。知らないよ俺、でも5番と6番そう思ってたらもうそれでいいんだよ。3番でいいのね、とりあえず3番に行くけど、俺票を見るためだよ。投票が終了しました。票を読みをするためだよ。追放されるプレイヤーは票を見るためだよ。3番の遺言を発表してください。グレーが3番行きたくない連合軍だな。はい、まあちょっとね、ちょっと俺も6、7聞いてなくて、なんか7番さんの意見がこう聞いてて結構なんて言うんだろう、視点に、見方によっては視点になってるような感じだったんで、人かもしんねえな、一番。一番占いしない方がいいかもよ。それはしょうがないかなと思って。つぶらうららうとか、ただ、5番さんに一言言いたいのは、5番さんって1日目の1周目から、俺に対してまあ突っ込みを入れてて、それはそれで別にいいんだけれども、まあ、なんとなくと5番さんの思考ロック的な、俺3番いかなくてもいいと思うけど、考えが、ちょっと怖いかなと思って。5番が3番キーに。順当にいけば別に平和村だから、村人陣営かなり優位な立場だから、もうこれは、まあ、痛いけど、7か8か言ってたけれども、まあ、占い先とかっていうのをちゃんと見極めてほしいかなってところですかね。
強人かもしんないからね、安易に一番占っても。まあ、そんなところかな。ちょっと聞けてなかったのはマジで申し訳ない。バリカンを購入しました。はい。今月から出張でアフ夜が更けました。うん、まあいいんじゃない？人狼に気をつけてください。頭を。騎士の方は夜のアクションを行ってください。別にあれでいい。その疑いには、うん、どんな根拠がある？5番が占うのだから。だから一番は強人の可能性もあるってことを視野に入れて、白が白、白でも。一応警戒。ただの素村かもしんないけど、安定策取りたい。9番。2番と1番どっちだったの？ 9 番は騎士の発言したの。1番がそんなに言ったことは騎士の発言したのかな？その後2番が訂正してんだよな。うん、まあいいんじゃない？夜が明けました。5番が気持ちよくやれば。負けたら負けたでしゃあねえから。誰も死にませんでした。もうほぼ1位これ。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。いいんじゃない？6番じゃん、語りとかいらんよ。マジで？白だろう、だって。でもマジですか？うわ、ごめんな、ごめんな、ごめんな。じゃあ。いや、9番占った理由に関しては、昨日言った通り、1番のラインがあるかなと思ったし、まあ1番さんが言ってたけども、9番のラインがあったりとか、それこそ投票結果からも、9人のラインもあるのかなと思ったから、1番って言ったら、と言うなら、9占いの方がいいかなと思ったんで、はい。なんで3つってくれた方、ありがとうございます。はい。じゃあ、あと1、2、7か。どっから手かけます？せっかくね、ほんじゃあ、ロクマンちゃんね、生き残ってるんで、まあ、昨日俺が言ったし、じゃあ、ロクマンちゃん、ちょっと、ね、釣りたいと思ったところ言っていいっすよ。7番さんに関しては、とりあえず、うん、人外かなと思ってるけどね、7番に関しては。はい、はい。あの番面でよ、なんで俺に突っ込んでくるんだと思ったし。はい。いや、突っ込みはいらないですよ。まあ、聞きますか。うん、6番ちゃんの、ね、投票に合わせますよ、僕も。うん。で、明日は8番ちゃんのね、投票結果に合わせてくださいね、皆さんね。村の皆さんは。人外の人はね、もう無投票でいいですよ。俺？はい、以上です。6番。僕でいいよ。のプレイヤーが発言します。ちょっと申し訳ない。平和村だからすげえ流してる。どうだったですかね。3番さんで、5番さんが3番さんを釣りたいって言ったか3番さんに入れたんですが、そこで7番さんが3、7のランでいいって言ったのが気になりました。ここでもし3番さんが狼だった場合、狼を釣ったら負けてしまうからっていう、7番さんって強靭面もあるのかなって思ったんですが、どうでしょうか？違いますでしょうか？どうですかね。7番さんがおっしゃっていた言葉を借りるのであれば、平和村だから LINE をバリバリに切るっておっしゃってましたよね。2番さんっていうのは、137って言ってたんですよね。どうなのかなぁ。だからやっぱりキーポイントは、ありがとうございます。1か2になるから、どちらかを占った方が、よかったと私は思っているんですけれどもね。まあこの後のお話聞いてみないとわからないんじゃないですか。ちょっと私が釣り位置決めるっていうのも難しいな。だから今日は127の欄でちょっと怪しい発言があったかなっていうところを釣ったらいいんじゃないでしょうか。でも本当ね、どうなんだろう。1番さんが9番さん殴っているのがそこまで不当とは私思わないんだけどな。8番さんも意見聞かせてください。7番のプレイヤーが発言します。はい、2日目ですね。よろしくお願いします。私目線の話ですとも1、2狼確定してますので、1、2釣り切ってください。じゃあまずは1からで OK ですよと言っておく。で、占い師の5番さんに対して、人外乗りやめてください。私、村ですからね。謝ってって感じかな。現状、4番さんからは共鳴を感じていない。9番さんについては色が見えない。強人だったら、まあ、追従的に負ける可能性もあるから、最終的には俺残してもらいたいかなと言っておこうかな。ただ、1、2釣り切れば勝てる。今日私は1から入れますと。
5番さんの指摘は普通だったと思うけど、ね、5番さんがもし、じゃあ、9番占いますと言って、9番さんが噛まれた色見えなくなって損するだけだって話だね。うん。言外理のない発言だとは思いませんかとは言っておこうかな。こんぐらいか、ということとしては。今日1。で、次2。で、OK。以上。8番のプレイヤーが発言します。うん。そうっすね。まあ、平和村なんでね。まあ、いいんじゃないですか。5番、6番が7歌なら7でもいいし。まあ、9、2、7連合軍が1番行くなら1番行けばいいし。てか、1、2、7にいるわけでしょ ?7 番して2はダメなの。2も黒だったら2番行ったらいいんじゃない?うん。2番村だったら負けるけど、1、7だったら負けるけど。なんで1なの ?2 でもいいんじゃない ?7 して。うん。誰も触れてないから2番行ったら。うん。で、負けたらまあ1、7おめでとうでいいんじゃない?っていうかまあ、9、4に巨人いたら負けるゲームだからね。9、4が須村だったら勝つっていうゲームだけだからね。まあ、5番がどういう運を持っているかっていう。まあ、発言聞いてね。1、2、7に2郎いるってことでしょ。巨人がどこにいるのか。まあね、3番はしょうがない。まあ、5番が占い師だからね。占い師は気持ちよくせなきゃいけないし、まあ、仮に村だとしてもしょうがないかなと思って。まあ一応 LINE 見るために LINE をあれは提示したけどね。まあ、一人の話も聞きましょう。まあ、27に2郎いる。LINE 切ってることもあるからね。そのまま普通なのかわからないけど。94が強人だったら結構厳しいね。94スムラなら勝ち確実ですね。はい。以上ですね。はい。まあ、一人の話聞きましょう。9番のプレイヤーが発言します。まあ、僕、スムラなんで4が強人じゃない限り勝ち確実で、3段はここに使って、GG。2番して好きですか、うん、まあ、個人的には、ね、1から行きたいけど。って感じですね。飛躍した、スカスタから釣りたい。これが未だにもうずっと黒いなと思ってるから、1から行きたいです。で、2番って結構ずっと真っ当な精査を残してて、で、2、1だったら結構首絞めるから、まあ7番狼っぽいかなって、場面精査、ライン精査的に思うけど、まあ、7からクリオスでは取れてないですよね。はい。って感じ。でも2が白くなったら7、1ローローなんだけど。はい。1番のプレイヤーが発言します。いや、9番さん、強靭なのかなと思ったんですけど。めっちゃ人外っぽくないですか、この人。いや、俺視点、僕視点っていうのは、9番っていうのが、2周目、僕視点は9番さんが若干飛躍が透けてるなって思ってたから、2周目で発言が落とせなかったら、釣りますねっていうか、別に9番釣りをしてはないですね。はい。で、あと、投票結果見ればわかるんですけど、2297ってこれ僕に入れてるんすよね。これに違和感持ちませんか?僕って結構釣りやすい位置でしたよ。なんでかっていうと、7番から13で比較した場合、1番の方が黒いなっていう提示をしており、で、8番がじゃあ13のランでいいんじゃないって言った場合、1番って確実に279の 票をもらうことになるんですよ。なんでかっていうと、2番って、1番に対して2番視点は1番が釣りたい存在って言ってて、で7球に対しても僕っていうのは7球のラインをつなげてるから、でそれで僕釣りをされてるんですよ。これで僕狼見えますか？村アピしておきますね。これこの要素で、はい。なんで27ローローなんでどっちからでもいいです。まあ、7番さんがボロ出してくれましたよね。7番が21だったら1から釣りたいってたけど、7番が仮に村だった場合、客観視点1番がなんだろう、みんな、あれ、グレー3倍以下から釣られてる構造作ってるから、信用できないんであれば、2番から行ってくださいって発言も出てもよかったと思いますけど。はい、まあ、どっちでもいいです、27。4が決めばいいんじゃない?2番のプレイヤーが発言します。まあ、そもそもなんですけど、3番1番ランするじゃん。で、3番の白が見えるじゃん。一番黒筆頭位置じゃん。じゃあそうなった時にさ、一番三番ランでさ、七番がさ、一番三のことを釣りたいけど三番七番ランでいいやって場合でさ、
1番3番ランになってさ、1番入れなかったら不自然だよね。ライン消しでしかないよね。だって確定役は3番行きたいって言ってるからさ、そりゃ1番入れちゃうよねって俺思っちゃうんですよ。まあ、あともう一個言っておくと、一番ってさ、9番が7番に対して印象付けをしなかったから、7番、9番ラインがあるんじゃないか。7番に関しては、1番と3番比較したら1番の方が黒いと思うけど、まあ、役が3って言ってるなら3でいいや、でしょ。1番と7番ってお互いに黒しはするけど、投票誘導まではしないんですね。だからこれが言う、7番さんが自分で言っていた、ライン切りは容易にできるけどね、平野村ならっていうやつなんですよ。わかります？言動ではお互いにクロスをしていても、投票誘導までは受けてない。表計算したら3番に集まるっていうことがわかっているから、1番に入れても、ライン切ってる風に見える。これが一段ラインなんだけどね。どっちからでもいいよ。一番の方が黒いと思うなら一番でもいい。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、今日はでも6番さんな、昨日7番さん行きたいっていう発言もあったと思うし、俺も今日の発言で7番さんからそこまで村っぽい要素って感じなかったと思ってるんで、7でいいんじゃないかなと思ってますね。1、2のラインあるようでないっすね。ちょっと思いましたね。はい、そうですね。まあ3番で強靭が落ちてもいいんですけど、9番って1番で言う、もし飛躍を透かすような発言が1番の主観通りに聞こえたならば、9番の強靭って全然あるんで、まずいかなと思ってますよ。はい、俺は7番でいいんじゃないかなと思ってますね。はい、以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私はただの石、私はただの石、私はただの石。1、7、2番に入れたらヤバい方式。7でいいよ、基本7入るでしょ。なんでね、一応2番に入れとく方式ね。これに意味はない。一人だけ2番に入れる。てか表見たら7人しか見えねえんだけど。投票が終了しました。てか色見りゃいいだろ。追放されるプレイヤーは気に入るのかもしんないけど、こんな時にやんの、こんな勝負どこで。はーい、人外の2番さんは普通に使用したら、強人いるかいないかの後勝負だけど、あなた方としてはやる必要性ないと思うよ。ザ、5カマルでんだから1ってローじゃないの、みんな思うんだけど、1ローじゃないの。5カマルでんだから1ローって1いけばいいと思うけど、7人のラインが強すぎてね。わかるよ。みんな、LINE で見ちゃうよね。だから、9、3、4、1、占うって、1、怪しいんだって、1、占いが入るから5冠なんじゃねえの。今日が最終日だから早い話。噛まないんだったら余裕で6冠めばよくね。LINE 切るとか、釣りをしてないとか。っていうか、まあ、7の色見たらいいだけでしょ。4と7で6番が色出さないでほしいな。残していい。ただ、1が怪しいですって、1も間違えましたけど。すごい、じゃあ釣りをしてるんですけどね。2番、3っていうところね。なもう変なこと言ってねえんだけどな。まあ、6が6したのがまずいね。まあ、5番、6番何も考えなきゃ、3番の白釣るとかね。7番は何色か分かんないけど、ってことになるよ。うん、まあ、俺は任したけど、もう全部。任したけど、何も考えなきゃなるよ。これがちょっと臭かったのが悪かったということでしょ。負けたら謝ってもらおう。1、2だったら2番って言えばいいもの。1番って言うから7、2ラインがかっこ浮かび上がっちゃうもんだよ。結果出るから。それで終わりだから。はい、楽しく天国で見てます。以上です。勝てるといいね。まあ、3番白って言ってしまった方が、3番って言った方が致命傷なんだから、もうしょうがないんじゃない？ここまで白要素なかったんだけど、9番みたいにこう、役透かしてる人とかね。1、2とか7でもいいけど、なんかその辺行ってればよかったんじゃない？ 7 も7でなんでわざわざあんなの提示すんだって話なんだよね。まあいいよ。6番がね、色あ出さないって手もあるで。まあライン切りっていうのはこの、あるから5番と6番がもしね、7白だったらね。3、7つって白だったらそれはしょうがないんだよ、もう。昨夜は5、6番が1名の方が亡くなりました。勉強するゲームだから。5番、6番。
のプレイヤーが発言します。7なんて7番白なので12が狼です。だから12で、ラインを切っていたってことですかね。はい。セープク霊能絶対ありません。私が霊能です。だから1に釣り切れば勝ちってことですね。もし3番さんと7番さんで強靭が落ちていたら、1、2で終わりってことです。4番さん、9番さんで強靭はありますか？ありますか？なければ、1、2。9番さんが強靭か、やっぱり。だから、私はやっぱり、あの日9占いじゃなく、1、2占いだったと思いますよ、5番さん。じゃあ、どうしますか？ 1 に1を入れますか？って感じでいきますか？ね。はい。8番のプレイヤーが発言します。そういうことですよ。まずね、5番に言うよ。3番釣りをして、9番占って、何考えてんだっていうレベルだわ。強靭の可能性があるんだから9なんか占うべきじゃないわ。1、2占っておけばよかったんだよ。3番釣りをしちゃダメだよ、まず。5番、6番にゲームやらしたけど。まあいいわ。君たちのせいで負けたってことだよ、5番、6番が。3番、7番釣りをして。3番に行ったの、村だと思ったけど、5番が、占い師だから仕方なく、占い師が気持ちよく1を占ってくれると信じていたんだけど、普通に噛まれてんだから、あなたが。あなたでグッジョブ起こってるイコール、1だろ。1をあなたが占うと思ったから必死で噛んだんだろ。9番、2番、9番とかだったら6噛むだろ、余裕で。そういうところのセンスってのを磨いてくれ。人に迷惑かけないように、5番、6番を黙ってやらせてたけど、3番に行くべきじゃないし、何が黒いと思ってんの？普通にまず1行けよ。初日に。次に、もう1か2で2番でも行っとけばいいんだって、もう。もう、まあいいんだけどね。9占いとかしてるようじゃ勝てないの。強靭の可能性がある奴らじゃなくて、白、スムラ占いって言ってんだろ、スムラよ。が、1占いでよかったんだよ。そしたらわかんだから、もう。まあ、こういうことだね。9番のプレイヤーが発言します。いや、俺、語りだと思ったな、6番の7白結果は。強靭です。どこを投票すればいいですか？1番のプレイヤーが発言します。6-1か、まあ1-2か分かんないけど。まあね、僕はね、狼確定なんだけど、この時点で。26番さんが37白とか言ってるから。だから9番さんが強靭なら8番に入れてほしいな。で、26の相方に言うんだけど、僕釣ってもいいよ。安定で僕釣ってもいいよ。9番の強靭確かめるために、僕釣ってよ。だから9番さん強靭なら8番行ってくんねえかな。それで、9番さんが仮に強靭だった場合、そうだな。いや、あ、まあいいや、全然いいや。あのな、5番、9番、6番か知んないけど、こんな占い師だったら勝てないっていうゲームだよ。ね、本当にもう、最悪だよ。はい、どこ占ってんだって、何とか占い、まずよ。まあ、白正面。後半1占うとか、1占うんだったら1占えよ。何考える3番打ってなってんだよ。強靭証明できるからさ。何考える3番打ってんだよ。9番が強靭の8番言ってください。次の日1だろ、1よ。いや、僕の考察としては。なんで7なんだよ、まずよ。なんだろう。7番、9番が結構スムラっぽくて、で、7番が確定で白いなって思ったから。まあ、勝てないよ。3番釣るって言ってる時点でもう勝てるわけねえだろ。1番、村の可能性がある人釣るんだからもう。3番釣る、1釣れよって言ったけど、8番さ、投票行動3番さんですよって。一応ブーメランだなって返しておきますね。以上。2番のプレイヤーが。占い師が任せてるだけだ、俺は。いやさ、俺、潜伏霊能なんだけどさ、これさ、6番騎士じゃね。6番騎士のさ、8番潜伏狼じゃないのこれ。だよね。2番じゃね。だからさ、これ8番投票でいいと思うんだよ、ね。5番と6番じゃもう勝てねえよな。例の権限で、8番投票。はい、以上。5番と6番じゃ勝てないよ。プレイヤーが発言します。1つって2つれつ。はい、2番に投票します。全プレイヤーが発言します。7なんて言わなくていいだろうよ。7なんて言わなくていいだろう。私はただの石。本当に。
初にさ、サウンドなら釣りをす村田だから曲げるわ。ほんと疲れるわ。占い師に任せたらほんとかでね、旧占いってマジで何なんだろうと思うわ。一番ダメなところになってんだもん。もう占い師やる気ないだろ、もう。狂人の可能性があるやつなんか占わなくていいよ。2番のからなっとけばだよ。プレイヤーが発言します。狂人の可能性があるところになってんだもん。もうやる気ねえわ、もう。制約残ってるんで、ちょっと8番今日釣ってもらっていいですか。8番役ないでしょ。はい、はい。今日6番読するんで、はい。8番釣り、お願いします。8番のプレイヤーが発言します。あのさ、占い師に任したらこうなるだろ？使えねえと思ったわ。3番押してる時点でダメなんだって。1番とか3番1番、俺はね、あなたのために3番に行っただけ。あなたがね、必ず1を占うだろうと。と思っていたら9占うって何考えてればそういう占いができんだろう。自己中占い、自分勝手占い。1番が蒸らして怪しまれてるなら1を占えよ。まあ、静かにしてくれ。君は通報すっから。ちょっと、6、4通報しよう、こいつら。2番。お前らは、勝ったからよかっただろう。5番、6番いたら勝てるわけねえだろ、こんな村。勝てるわけねえだろ、黙って。勝てるわけねえだろ、占い師何考えてんだろ、例の思いを。だから、2番でも1番でもよかったんだよ。ほんと、7言ってる村がダメなんだって、もう。ほんと、9も占うとか。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。正直5、6の2締め切りで絶望したよ。もうダメだと思った、こいつらだと。申し訳ない。でもやらせてみた。 3番と1番なら1番の方に黒さがあるよ。5番が3番と言ったから、どうせ白だろうと思ったけど、何考えてんだこの占い師だと思った。9番の方釣らない、何言ってんだろうと思ったこいつ。 9-1 のランだろ、普通に考えて。ムラしてん。それでよかったんだよ。で、3番釣りをして。だから、2番でも1番でも行っとけって言ってんじゃん。7は除外して2番に行けって言ってんじゃん。なんで7人がラインが見えてる2番に行けねえの、村が。同じだろ、7、2、7が見えたら、なんで7に安易に行ってんの。ライン切ってる可能性もあるし、2番の話なんてもうわけわかんなかったぞ、2日目の話。抽象的な話してわけわかんないこと言ってたぞ。2番でよかったんだよ。そう、センスなんだよ。人狼殺するセンス。三鶴は九占うって何考えて九占えんだよ。四番の話を聞いていたか。狂人を占ってはダメなんだよ。スムラを占うんだよ。じゃあ二番が白いと思ったら二番でも占っとけよ。で、黒が出た方がまだ良かったんだよ。狂人の白が一番意味ねってことを五番と六、五番は覚えてくれればもうそれでもういいよ。狂人を占う占い師がいたら負けるゲームだって言ってんの、平和村。二番も白いと思ったら二番占っとけよ。黒か白の方が良かったの。狂人の白は、もはやもう悪いんだけど、占い師としてもう無能、使えない。反省レベルだと思って。まあ、もう、今回は反省して、次頑張ろう。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番。ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。ありがとうございます。